はい、どうもカービーです。ダメだ、飛び込み前提できん。はい、改めましてカービーです。こんにちは。2号地、これはライ麦ね、だいぶ生えてます。すごいね、ちょっと1週間ぐらいここ来れなかったんだけどね、一気に伸びてますね。で、伸びてのは麦だけじゃなくて、この稲科のね、雑草がどんどん伸びてきてます。全体を草刈りしようと思います。で、畑の返却に向けてね、真ん中に打ってたね、竹の杭をどかしたので、なんかね、広く感じます。にしてはもう私のね、胸、首ぐらいまでね、このライ麦がね、生えてますんで、穂も出てるしね。で、今日ちょっとね、古代小麦の方も移していきますけどね。まあ、古代小麦は古代小麦でちゃんとやっていくんですけど、他の畑の様子を見ていきましょうかね。じゃあ今、何やったかというと、この間からね、出てきました。これ楽しいですよ。行きましょう。一緒に行きましょう。こういう感じでね、間多分楽しいんですけど、草刈りとかしなくてもね、間の草ね、その茂んないですね。こんな感じ。これは畝まで開けてあるけど、これ畝の上の上管ですね。ライ麦巻いたところもね、50センチぐらいかな、開けて巻きました。これでね、ほったらかしてほぼね、いい感じに育ちます。で、これだけ開けとけない草刈りにもかけられるからね。ネギがね、ネギ坊主出てますね。これは小ネギかな。もう去年試してみて、ネギ坊主取った方がやっぱね、分月しやすかったんでね。これ、ネギ坊主。で、分月で増やすのとネギ坊主取った方がいいという、まあ比較なんでね。種を取るならもちろんこうやってね、花を咲かせて種を取るといいと思うんですけれど。で、ね、他の様子では、そら豆ですね、ここの畑。いちごさっき見てきたらね、いい感じに育ってます。やっぱね、まだちょっと背は伸びてますね。ほんで、周りも、こういう感じで茂っております。あ、さらに伸びてね、これ。そら豆ね、胸ぐらいにたくさんなった。で、これこっち、こんなに背高くなったかったんだけどね、風よけに植えとったライ麦がね、ここまで来てます。で、ここまで来るとちょっと日陰になっちゃうんで、風よけにするともうこの辺で切っちゃいます。後で切っちゃおう。で、それをね、上回るために徒長しちゃってるんでね。でもいいね。こっちが打ち越し一寸空豆。あ、ちょっとこれ、油なしついて。ここにつく油なし、なんか黒いな。1号地のやつはこんな黒くなかったんだけどね。ちょいちょいついてるやつがいます。で、ついてるやつは、摘み取っていきますよね。でもね、まあまあ数えるほどですよ、本当に。ちらほらとついてるやつがいるだけで。で、アブラムシがついてれば、テントウムシも来てくれてるしね。で、時々なんか平にあってなってるのはね、どっちかというと風に拂って振られて、しなびちゃったダメージがあるかな、こういうの。あ、こういう先端にアブラムシがついてて、葉っぱがしなびてるやつはちょっと要注意ですね。弱ってきてる可能性がある。これ風で折れたダメージかもしれない。他の葉っぱが元気だからね。まあまあこんな感じで、ちょっと風通しを良くしつつ、ついてる。先端は捕殺していきましょう。私もこの下し、中指のとこ、これね、テントウムシの要注意です。こいつが狙ってくれてますね。アブラムシがついてるところだけ取るか。で、これあれだ、カラスのエンドの方についてた、アブラムシは。ソラマメじゃないや。こういうところね、ソラマメじゃなくて、このカラスのエンドにね、つくんですよね。こっちの方が好きだったりする、アブラムシ。で、これを餌にして、するテントウムシが集まってきてくれたりね。ちょっと寄りますね。はい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 、大丈夫だね。ちょっと風通しだけよくしましょう。あと草がすげえ茂ってきちゃったからね。で、地面がすっごいふわふわする、柔らかい。で、玉ねぎ、あ、これニンニクだ。ニンニクもだいぶでっかくなってるよ。これ あれね、12月に植えたやつです。後植えのやつで、こっち玉ねぎだね。玉ねぎだいぶでかくなったな。ちょっと後で抜いてみようか。で、ジャンボニンニクね。で、こっちが小麦ゾーンだよ。小麦は小麦でやるんでね、詳しくはやりません。さらっと見るだけ。これ、ニンニクね。こっちの方がね、10月30日、10月末に植えたニンニク、玉で植えたやつね。で、ここね、なんだ、まあ、種みたいなやつ植えたやつね。そしたらちっちゃいです。やっぱこれニンニクなんだけど、ちっちゃいね。草取りしてもらったら一緒に取られちゃったから、あんま残ってないんだよね。で、こちらもニンニク。で、周りの草が伸びてきたから、ね、ちょっと草を抜かなきゃいけないですね。これは草取りした方がいいです。で、ここも玉でばらまいたところね。まあまあまあ。ちょっと株間が少なすぎてね、徒長気味ですけれど、まあできていいでしょう。種取り用分ぐらいになるんじゃないかな。とはこんな感じでございます。いずれにせよちょっとね、草取らなきゃいけない。まあ全体のまず草刈り機をかけました。これね、パープルフリル、カラシナ、まあマスタードですね、の花がいっぱい咲いている。これで、ね、種を取るとともにね、種いっぱい取れたらちょっとマスタードにしてみようかと思います。粒マスタードね。これなんか種をね、巣につけたやつみたいだからね。で、この足元はばあちゃんの玉ねぎ、苗で植えたやつだね。まあ、まだこれから大きくなるところって感じです。茎が太くなって、ここから肥大してくれるといいんだけどね。なんか上の部分は立派なんですけどね、
どうだろう、卵太んないとこのまま茎が大きくなってつまみが出てきてしまうんだけどね。すげえ茎は立派に育ったね。これ持ってきた時はペロペロのヒロヒロの苗だったんだけどね、冬の間に1回腐っただけでだいぶ抑えられてます。で、冬の間腐っとないとこういう風になる。こっちも同じ玉ねぎを投げてんだけどね、あるでしょう。ここにあるんだけど、ちょっと小さいのと色が薄い。これがね、冬の間に除草しないとね、良くないよっていう、まあ、当たり前なんですけど、こんだけ草に埋もれたらね、生育も悪くなりますわ。だから冬の間にね、やばいうち、ちっちゃいうちに草取っておくとこういう風に育ちます。だから冬の間はしっかり草取りした方がいいよっていう、あれですね、ひっかく除草のやり方なとこかな。あとは、種取り用に育ててる大根の花が咲き始めてますね。これはね、香辛大根、中が赤くなる大根の花ですね。いいね、いいね、咲いてる。じゃがいもがね、あ、出てきてるかな。これなんかじゃがいもだ ね、ようやく出てきてます。改めてここは玉ねぎの、あの玉で植えたところの、あの玉ねぎですね。こっちの方がやっぱね、あの玉が肥大してました。で、同時にこの実験、密植したやつね、もうこれ今回は終わりにしようかな。一応まあ周りの草取るけど、さっき言ってね、やっぱ失敗です。いまいちうまく育たないし、ちっちゃい、まあ、ちょっと後で草取ってよく行ってみましょう。まずはこっち、玉で植えた方の玉ねぎの部分的にちょっと取ってみてね、どんな風にできてるかを見てみましょう。草に追われちゃってるね。こっち側草取りサボった方ですわ。こっち側はちょっと頑張って草取った方で、こっち側草取りサボった方です。んでもまあまあ、あの一応玉ねぎかなって思えるぐらいの膨らみは一応しております。まだこっから大きくなっていきそうなんだけどね。これ一つの、よいしょ、まあ、直径が2センチとか3センチぐらい、2センチぐらいかな、の玉ねぎをここに1個植えておいてできたのが今こちら、新玉ねぎって感じですね。これ食べられましたよ。この前ちょっとうすらいすして食べてみたら美味しかったんですけど、まあ茎の部分もネギとして食べれる。ただネギの方がやっぱ柔らかくて美味しいです。はい、ということで、まあこういう風にはなりますね。まだもう少し育てますよ。あのもうちょっと肥大してもらった方がいいんでね。まあつぼみが出るか、まあその前にすぐ棘しちゃうか、玉ねぎとしてはね、こう、太っていって、で、葉っぱの部分が一回倒伏、倒れるんですよ。で、倒れたやつが、もう一回戻ると、中から棘、花を咲かせる準備を始めるんですけど、そうならずに、この元気なままいきなり棘を始める場合もあります。うん、成熟というのかね、成長が未熟だといきなり棘をするケースがあったりします。去年のね、玉ねぎ苗なんか大体そうだったんでね。ただこれももう少し待って、あの下の玉がもうちょっと肥大してくれるといいんで、もうちょい様子を見ます。で、これぐらいの時期だったらね、この辺まで食べられますからね、そういう野菜として食べてもいいですよ。これは今晩の食卓に上りますと。個体差が大きい。あの同じ時期に植えたやつはね、こんなちっちゃいのもありますよ。大きくならなかったりする。大体こういう風に1つの玉からね、2つに分かれたり、2つが多いかな、3つには分かりにくいかな、大体1つに分かれたりします。2つに分かれて、でちょっと玉のとこが肥大して、でこういう野菜だと思えばね、エシャロット的に食べればいいのかな茎付き、葉っぱ付きの、そのまま天ぷらにしても可愛いんですけど、ね、ここでしょんぎってね、こういう感じ。じゃあ草取りをしますね。あとここもちょっと取って様子を見てみましょうか。他、あのなんだ、日食植えしたところ、カラスのエンドウが出てきたってね、ちょっとわけわかんなくなってんで、カラスのエンドウだけまず取りましょうね。周りの草ったらこんな感じですね。密植植こんな感じね。植えた時の玉の大きさほぼそのままですね。変わってない。ちっちゃいやつが分裂しちゃってね。で、まあ、一時よりは復活してきてるんですけど、なんだろうねじゃがいもやった時もそうだけど、1から1なんですよ、量的に。で、これもなんかそれかむしろちょっと減りそうな感じです。あとはちょっともう一回ここをね、少し草取りしてきれいにしてから状態移して、この玉ねぎと全体のレポートはね、終わろうと思います。草取り終わりですね。なんかね、あの途中草取りサボってた方とサボってな、あのある程度やった方で差があんまないですね。で、大方こういう風にね、2つに分かれてるので、中にはそうだな、10個に1個ぐらいの割合かな、こういう3つに分かれてるやつがありますでね、これとかやつとかね。で、なんかね、二つに分かれてるやつより三つに分かれてるやつの方がでかかったり、まあ、同じぐらいだったりしますね。三つに分かれようが二つに分かれようが、その個体の、まあ、でかくなる。エネルギーっていうかな。によりけりって感じです。三つになればちっちゃくなるってわけでもなさそう。その個体によるバラバラが大きいっす。はい。こんな感じです。
玉で植えた玉ねぎね、はい、あとはまあ全体の草刈りを一回かけましょうか。どんな風になるか。あれはね、ほうれん草の花ってこんな感じなんですよね。花らしい花が咲かなくて、このね、花なんかな、なんかピロピロってなってるやつ。これでね、トゲトゲの種ができていくわけです。これでこのまま置いといたら種できるかな。このなんだろう、葉っぱの付け根みたいなところにね、できてるの、これが種になります。はい、種取れそうだね、こんだけ立派になってると。